こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。今、専用ミツバチの重箱式巣箱にオオスズメバチがやってきています。30分ほど前から観察していたんですが、専用ミツバチは日本ミツバチと違って、オオスズメバチが来ると巣門の外にたくさん出てきてしまいます。そして1匹ずつ戦いを挑んでいって、オオスズメバチにやられてしまいます。この専用ミツバチは週末予報で飼っているわけではなく、近くの専用ミツバチを飼われている方が女王蜂を逃がしてしまったのか、分蜂してしまったのか、気づいたらこの重箱式巣箱に専用ミツバチが入っていました。この巣箱は鉄製材を使っていて、巣門の高さが7ミリになっています。オオスズメバチは入れないので、底板をかじって削って入ろうとします。結構削られていますが、まだオオスズメバチが入れるような穴ではありません。ですが、専用ミツバチはわざわざ出てきてしまって、たくさんやられてしまいました。